いな。ディナ。逃げろ、ディナ。私は守らねばならない、青き炎を。父さん。だが、お前は生き延びろ、ディナ。一族の無念を、いつか。私は憎む我らを滅ぼした愚者たち、そして憎む無慈悲な世を、憎む。この世に神がいるとすれば、そいつも敵だ。青い炎は一族を見捨てたのだ。だが何より憎いのはこの私だ。自らの無力さだ。旧敵の足取りを追い、炎の信徒となり、復讐の気をうかがうのだ。だが奴の力は人知を超えている。強くあらねば。力が欲しい。何に変えても力を手にしてやるぞ。何に変えても。ついに来た。異なる地で二つの炎をあがめてまで。だが、それも終わる。ここまででいい。オルト、貴様らは来い。は、カルディナ様。貴様らは見張っておけ。鼻の利く犬どもが来ぬようにな。先は闇か。炎より心地よいな。ここが七種の里。カルディナを止めなければ。そして真実を明らかにしなければ。だが儀式とやらが行われる場所は、カルディナの手記に挟まれていたこのメモ書きがヒントなのでしょう。
やれやれ、ただでは招いてもらえないらしい。さて、どうしたもんかな。勝負だ。いざ。こちらの番だな。いや、ごめん。
の道はさっきも通ったはず。知らないうちに反復してしまっている。これが試練だとするなら、先人とやらが何か知っているかも。間違いない、この森は先に進めないようだ。先人の声に耳を傾けるべし。先人というのは村の獣人の中にいるのでは？そのものが案内人に違いない。探してみるか。いらっしゃい。お前、やるな。島の謎解いた。すごい、すごい。やれやれ、客人を試すとは失礼な主もあったもんです。ついてこい、こっち。ここからだ。いざ。私の獲物だ。いっといで。いいでしょう。私の番ね。えい。テメノス。傷を癒したまつ。ここか。とどめだ。来た来た。ありがとう、大好きやくなれ。いい、改めなさい。運試しですよ。すまない。なんだこれは。さあ、行こう。こちらの番だ。やらせ。さてと、本気で行きますよ。運試しですよ。行くわよ。武器手加減なしよ。ダス、任された。やらせ。来た来た。やおー。パッパッ。感謝します。どうしようかしら。やれやれ。
ね。悔い改めなさい。ほらほら、聖火の加護があらんことを。こちらの番だな。いいぞ、ヒカリン。行っといで。ここからだ。行きますか。海をあがないなさい。それ。どうしようかしら。テメン。傷を癒したまつ。鎖ができましたね。ほよっ。いっといで。こちら。いや、ごめん。いいで。ほらほら。キャスティ。いっといで。行くぞ。傷を癒したまつ。お願いします。行きますか。それいざ。いや、ここだめだ。富国の誇りとともに。いいでしょう。どうですか。
祈るなら今だ。行くわよ。はっ。さあ、行こう。行っといで。いざ。私の番ね。ふっ。やあ。来たぞ。行っといで。ここから。行きますか。ほらほら。いや、これ。よ。ほよ。いっといで。いざ。行くわよ。傷を癒したマクシャッシー。私の番ね。おのいっそれでよし。変がちょ。いや、これ。ここからだ。どうしようかしら。やあ。まずい。この。さあ、行こう。いざ。いや、ごめん。私が傷を癒したマクシャキー。ほよ。パッパッ。ありがとう、王子。こちらの番だな。いざ、気でいきますよ。運試しですよ。やられた。悪い子につける薬はないの。あいにくね。次の患者は。行くぞ。使わせてもらう。どうですか。やるっす。傷を癒したマッシュ。さて、こちらの番だな。よっ。さあ、行っといで。行きますか。もうあがない。いっといで。いざ。ふっ、とどめだ。立派。はっ、それ。いいです。それ、こちらの番だな。ふっ、いいぞ。私の番ね。運試しですよ。
ごめんなさいね。さあ、行こう。行きますか。悔い改めなさい。運試しですよ。いざ。ごめん。世辞はいい。剣が錆びる。どうしようかしら。傷を癒したまえ。ありがとう。てめえの。いっといで。いざ。とどめだ。傷を癒したまえ。行くぞ。やり運試しですよ。私の番に。私の獲物だ。ガオかかってこーい。行くわよ。おの一戦。ほよ。行きますか。羊さん、こちらの番だな。ごめん。来た。本気で行きますよ。運試しですよ。なんてこと。これは踊れだ。しっかりして救いの手ハーゲアッ。よいしょ。どうしよう。私。
ここだ。いいでしょう。ほらほら、行くぞ。さあ行こう。行っといでよ。待って、飯にしよう。飯、ここはわしたちずっと洞窟守ってきた、うん、昔、気が遠くなるくらい昔、大魔術師ダーケストがいた。大魔術師ダーケスト、かつて儀式を行い夜を招いたという魔術師か。お前物知りだな。でもダーケストが呼んだの夜じゃない、暗黒だ。暗黒、そして人間たちは暗黒の力巡り醜く争った。ダーケスと欲深い人間に呪いかけた。欲のない獣人になる呪いを。それが獣人の起源だというのか。それからわしらずっとここ守ってきた。この奥に暗黒出る。お前試練を超えた。言っていいぞ。それはありがたい。だが疑わないのか、暗黒とやらを狙う横島なものだと。わしら試練を超えたもの通すだけだ。お前の前にも言ったぞ、試練を超えた者が、うん、カルディナか、やはりね。案内をありがとう、森人くん。先へ進ませてもらうよ。カルディナ様、どうしたオルトよ。おじけづいたのではあるまいな。クリックは、しかし彼の亡骸には、私はあなた様に仕えるのが正しき道だと。し、だが、もう道が見えない。カルディナ様、なぜクリックを手にかけたのですか。あなた様は何をなさるおつもりなのですか。主から授かりし使命を全うするのみだ。カルディナ様、
そして貴様らもまた使命を授かりここへ来た。喜べ神の剣たちよ。その惜しい血を私に捧げられるのだ。始めるぞ。静かなる黄昏に身を任せろ。光消えゆく。やがて夜迫る。さあ来い、暗黒よ。これは。ここからだ。あっ、騒ぐ。おや、いっといで。行きますか。どうですか。行くわよ。よし、よし、まあ、こちらの番だな。来た、行っといで。私クキハ、あっ、えい、いいでしょう。どうしようかしら。傷を癒したまつ。そんなです、キャッシー。いざ。いや、ごめん。私、行っといで。ほらほら、行くぞ。さあ行こう。行っといで。いただき。行き。やっや。いいでしょう。この。おや。よっ。はっ、どうですか。さて。はっ。ここからだ。クコクの誇りと共に。来た来た、獲物だ。いざ。運試しですよ。あちゃ。急いで。
まだだ。この地下洞窟。さあ、行こう。傷を癒やした。助かったな。私の番ね。傷を癒したまえ。行きますか。傷を癒やしたまえ。すみません。行くぞ。まだまだだ。こちらの番。やよさて、王の一戦。ここからだ。改めなさい。運試しですよ。聞こえた。ありがたい。あれ、ここからです。しっかり聞こえた。傷を癒したまつ。傷を癒したまつ。行きますか。聖火神の御業で救いたまえ。深く。行っといで。
されたぞ。世辞はいい、剣が錆びてる。狩らせてもらうよ。行くぞ。いいです。ほらほら、行くわよ。はっ、こちらの番だ。はっ、さあ行こう。行っといで。行きますか。はっ、私の番ね。はっ、ですか。ここから私のどうしようかしら。いいぞジャスティ、行っといで。行くぞ。いや、やっ、辻さん、私のバット、この手で突撃弾。さてと、ほらほら、さあイエイ、どうしよう。やっぱりこちらの番だな。行きますか。この行くわよ。どうですか。どうか。行くぞ。この目だ。クコクの誇りと共に。運試しですよ。ここからだ。ほよ、いっといで。やれ。どうしようかしら。私の場合、さあ行こう。
テネロス、あっ、とどめだ。まずいです。傷を癒した。ごめんなさいね。私の獲物だ。行っといで。行くぞ。行くわよ。はブラボー、キャッチ。一回気で行きますよ。運試しですよ。まだだ。ああ、ごめん。傷を癒したまえ。キャッチ。やりこめ。ここからだ。無心のタッチ。さて、傷を癒したまつ。ありがとう。一歩止めだ。さて、ほらほら、急げ。ブラボー、キャスティ。聖火神の見技です。聞いたまえ。行くぞ。どうすぎだ。傷を癒したまありがとう。ここか。ごめん。私の番ね。はっ。さあ、いっといで。いっ、どうですか。いき、えいっ、よーし。ほよよ、行くぞ。行きますか。聖なる神よ。私も、どう？ここからだ。やっとダメだ。さて、やあ！ほらほら。ほよ、すごい。行く。えい、取る。こちらの番だな。やるかね。この。どうですか。さて、はっ、行くぞ。ごめん、まだまだだ。聖堂騎士、一体何が。しっかりしなさい。何があったのですか。あなたはテメノス審問官か。待っていてください。今治療を。私たちのことはいい。カルディナ様を止めてくれ。しかし。頼む。わかりました。カルディナを止めたら戻ってきます。それまで生きていてください。戻ってこられたらですが。Wait.
ここまで嗅ぎつけたか。貴様の鼻を侮っていたようだ、教皇の犬よ。身に余るお言葉ですね。カルディナ聖堂機関長、審問に伺いました。ほう、この私を異端だと。カル遺跡である手記を見つけました。この手記の主は建築士バドスを操り、夜の書のページを持つ者たちを次々と殺していった。この手記を書いたカル族の生き残りとは、カルディナ聖堂機関長、あなたですね。優秀だな、テメノス。部下に欲しいぞ。わきまえてください。あなたは審問される立場だ。いかにも、私は異端だ。もとより炎など信じていない。異端が聖堂機関の多さとは、殺人を聖典に見立てたのは神への皮肉でしょ。神を恨むあなたらしい、実にね。貴様はなぜ私に抗う。得などあるまい。やはり消すには惜しい。私の部下にならんか。お断りします。私がここまで来られたのはクリック君のおかげです。クリック・ウェルズリー、あの若造も優秀だった。夜の書にたどり着いたのだからな。世の中理不尽ばっかりですけど、自分の信じたことくらいは貫きたいなって。さあ、てめえの巣よ。世の悪を叩き切って弱き者に手を差し伸べる、そんな剣に僕はなりたいんです。僕は本気ですから。それが答えか。なぜだ、テミノス。貴様はなぜ私の邪魔をする。これが仕事なもん。勤勉なことだ。冥府でも働くがいい。クリックを助手にしてな。愚者は死して学ぶ。カルディナ、あなたが全ての黒幕だった。さあ、罪を認めなさい。罪だと。この世で最も罪深いものを教えてやろう。それは神とやらだ。
この世を作り、醜き人間を生んだ愚者だ。そいつに切り伏せ、罪をあがなわせてやろう。傲慢な、どれほど犠牲を払うつもりだ。覚悟しろ、カルディナ。あなたを断罪し、私は真実を白日のもとにさらす。邪魔をするな、てめえの巣。私は暗黒を手に入れるぞ。カル族の無念を晴らすのだ。そのために何者も犠牲にし、私は何にでもなろう。我が憎しみの闇でかの者を葬るまでな。さあ行こう。私の番ね。傷を癒したまくしろ。切らしていこう。どうしようかしら。突撃弾。私の獲物だ。ここからだ。いいでしょう。ご安心、私が守ります。悪く思わないでね。甘い。マジックスティールロッド。さあ行こう。いっといで。私の番ね。マジックスティールロッド。いざ。散らしていく。死して学ぶ。信じてましたよ。おしと。傷を癒したまち。私の獲物だ。いっといで。こちらの番だな。返しの太刀。ほよ。ブラボー、キャスティ。
傷を癒したのに行くぞ。突撃弾行きますか。聖なる盾よ。そこからだ。俺が相手だ。甘い。返すぞ。さて、マジックスティールロット。変ガチョ。ガロロロロロロ。ジックスティールロッド。敵が来る。アルカイド。私の番ね。救いの手よ。どうしようかしら。よし、行くわよ。
ものだ。ガオ！ここからだ。さてと。はい、どうぞ。すまない。てめろ。行くぞ。好評の嵐を駆け抜け。ほよ。やれやれ。傷を癒やしたのに。やろう。てめろ。今は死ね。どこまで立てつく気だ。ご存知だろう。真実を暴くまでだ。笑わせるな。貴様などにたどり着けるものか。人とは無力なものだ。てめろ。それに何かにすがらずには生きられん。あなたは力にすがろうというのですか。私は暗黒を得るぞ。暗黒とは何だ。暗黒すべてよ。寝起きする戦うとき、その胸の中に。何？わからんか。でも、その目で見るがいい。これは暗黒。なんだ？バカな。飲まれる。この私が。やめろ。コルディナ。いや違う、これは。行こう。どりゃー。これでどう。行きますか。ほらほら。どうしようかしら。手加減なしよ。これ私の番ね。ここからだ。いいでしょう。傷を癒やした。ごめんなさいね、てめえの。こちらの番だな。いざ。
やれ。聖なる君よ。行くわよ。お役に立てて。私の番ね。はっ、それ。こちらの番だな。使おう。私の獲物だ。はっ、ここからだ。これでどうだ。さて、ぐっ。はい、どうぞ。レベノス、来た来た。私の番ね。突撃弾。行くぞ。物のために。使わせてもらう。私の獲物だ。よいしょ。いっけ。飯にしよう。飯。カルディナ。分不相応な力を求めたあなたこそ愚者だ。クリック君、そしてロイ、君たちが追った真実はようやく明らかにされました。だが謎は残った。カルディナの旧敵、月影教の指導者とは何者だったのか。そして聖堂機関が秘匿し続け、カルディナが求めた力、暗黒と
まったく、謎を解けばまた次の謎が湧く。日が昇り、また沈むように。終わりなんてない。そうだろう。テメノスさん。おや、ミントさん。髪飾りは外されたのですか？似合ってたのに。はぐらかさないでください。またどこか行っちゃうのね。お別れも言わずに。湿っぽいのはどうも性に合わないようで。でも昇進旅行は終わったんでしょ？はい、次はそうですね。あてのない散歩でもしてこようかなと。本当に何を考えてるかわからない人。またあなたに手紙を送らなきゃいけませんね。いいえ、もう大丈夫よ。だって旅はもう終わったから。ではさようなら、ミントさん。静かなる黄昏に身を任せる。光は消えゆく。やがて夜迫る。